子供の頃からね、不思議でした。僕はセルフですね、僕自身ですね。僕は脳みそで考えてますから、この脳みそなのか、僕の脳は僕そのものなのかということなのですね。僕ってなんだろうって、まあ、誰も子供の時は考えて、大人になるにつれて考えなくなるテーマだと思うんですが、その何パーセントかの人はもうずっとそれ考えてるわけですが、僕なんかもうまるでその典型の人間なんですけどもね。僕は塊、何か一つのこう形のあるこう固形物なんだろうか、それともなんかこう流動体なんだろうか、それともなんか結局こう皮膚に包まれて形があるように見えるけど液状の液体みたいなもんだろうか、で心はなんか液状というか液体のように僕はずっと思ってたんですね。で、こう子供の頃にこのコーヒーを出してもらって角砂糖を入れるんですけど、でこれでコーヒーを味わってる人はそれはそんでいいんですが、僕の場合は時々ハッとこうえっと思うわけですね。この角砂糖をコーヒーに入れると、さっきまであった角砂糖がコーヒーに溶けてしまうわけですよ。一つになるんですね。この固形物が流動化して別々だったものが一つになるんですね。だからしてですね、この人間も二人でいるのが一つになったりするんだろうか。まあこれは、まあ僕は多分子供ながらに将来体験するであろうセックスということを考えていたんでしょうけど、この愛し合っている恋人同士というのは心が溶け合ってですね、一つになるんだろうか。まあ実際はなかなか難しいと思うんですよ。別の人のこと考えてたりはするのが現実かなと思います。そういう奇跡的なことは滅多に起こらないと思うんですけど、まあ一つの理想として、でその時二人は二人ではなくて二人の体を持った一人みたいなのになるんだろうかということなんですよね。そうなってくると最初に考える脳が自分であるというのはそうではなくなってくるんですけどね。この全てのものがこう流動しているんですね。よく岩石を見ながら僕は思ってたんです。この岩石だってこのじーっとしてるように見えるけど、いつかこう大地自体が動いてるから、こうぐる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 動いて、いつかこう地下に潜ったらマグマになって液体になるわけですよね。この岩石を見てると、この将来彼が液体になってしまうということが、まあ、想像しづらいんだけど想像してしまうんですね。ただ岩石という形のあるものからこの溶け合う液体になるわけですね。まあそんなことを考えていて、現実社会で何になるのだというと別に何にもならないんですが、そう考えて世の中を見るとなんか世の中が不思議で、で流れるものはこう混じって溶けて、でそのうち冷えて固まって分離して、またこの溶けていくと、これは人間関係も一緒ですよね。